ファビアナバイトイキは、チェコの女子プロボクサーである。ウースチーナドラベム出身。WBC 女子世界アトム級王者。チェコの女子プロボクサーとして、初めて主要団体の世界王座を獲得した。4歳より空手を習い始め、後にキックボクシング、ムエタイを経て、ボクシングを始める。2015年3月7日、ドイツマクデイブルクのマリティムホテルにて、 ハンガリーのアンドレア・ジェナイ相手にプロデビュー。TKO 勝利。次の5試合を連勝後の2016年3月、ブルガリアのテオドラ・バジェバ相手に、WBC ユース女子世界ミニマム級王座に挑戦。初タイトル獲得2018年9月、地元ウスチーナ・ドラベムにて、イギリスのデニス・キャッスルとの、WBC 女子世界アトム級王座決定戦に、挑み、3から0判定で勝利。 チェコ女子として初となる世界王座獲得となった2019年4月6日、ウースチーナドラベムにてメキシコのソレダード・バルガス相手に世界王座初防衛戦。10回引き分けに終わり15戦目で初めて勝利を逃した。両者は再戦を待ち望んでいるトレーナーはルーカス・コネジ。チェコ国内では天使の拳と呼ばれている。ありがとうございます。